あーじゃいこーじゃいポッドキャスト。こんばんは、おもりです。はい、水下です。どうも。あーじゃいこーじゃい定着してきておりますかね。おはようございます。おはようございます。はい、こんばんはやけどね。こんばんはですかね、あの番組上はね。あ、そうですね、夜ですかね。ポッドキャストはもう全員夜やね、うん、こんにちはもう、うん、関係ないですね。関係なくということで、はい、5月がものすごい今回みっちりと、はい、5週あるということで、今日は何日の放送なんやろうかってことすらもうわからない。もうわかんないですね。この間っていうことはこれは23日。あ、違う違う、パッパと取らないとね。そう、間に合わないですねこれね。5月の30日なはずです、うん、これは。はい、そう、もう本当に追われておりますね。ねえ、よう会ってるもんだって、みどちと別の仕事もあるからね。仕事っていうか、この間はプライベートライブやりましたね。そう、遊びやったけどね、かなり本意気でやってやったね、うん、2人とも。もうちょっとお客さん置いてってた感じがあったけれども、あの近所の、うん、バーの、よく行くバーの、店長がね、引退やめるってことで、やめて次の仕事に、うん、行くから、なんかライブやってくださいです。はい、なかなかでも楽しかったです ね。そう、前の日もねひどかったんで、俺が先輩たちと飲んでて、そのまま使いで行ったので、最初はどうなることかと思いました。あの広志ライブです。広志ライブです。広志言うない、ヒートウェーブのね、広志ライブの打ち上げで朝まで、はい、朝9時まで飲んで、はい、そのまま12時からちょっと寝てリハーサルして、そう、でそのままプライベートライブ、プライベートライブ、はい、ドライブがかかりましたけどね、やっぱり途中で。広志はどうでした？最高でしたよ、やっぱりね、うん、あのでも骨折後な、怪我してた。そうらしいですよ、左腕を骨折して、はいはい、してから復帰後初の。何をしてたんですか？その分かんないです。ちゃんと なんでそんな怪我する必要あるんですか？走ってたんかな鍛えてたんかな。走ってて手が折れる転んだんかな分からん、うん、チェックされてるかもしれないから、もういいっすよ、もう、もういいか、うん、でもね、その時だから、その後飲んでた市川さん、今はロックンロールジプシーズの市川さんがね、はい、やっぱり握力とかなくなりますよねって市川さんって言って、うん、広瀬さんがね、はいはい、広瀬さんやっぱなくなるね、なんか演出だよってもう怪我するとこから演出、そう、もうそこから始まってるから、うん、そういうヒーローやからっていう、はい、ツッコミがあるぐらい。でもライブは本当良かった。良かった、うんうん、まあ俺本当中学から好きやからさ、うん、全部曲知ってるし、うん、全部曲知ってるっていうのはね、多分唯一のバンドかもしれんね。ライブ行って、うん、まあ本当に新しい、うん、本当にその場でやる新曲以外は、うん、全てわかるっていう、うん、だから結構好きなんね、広志マジックに。広志マジックに若い時からかかってますからね、はい、これは良かったですよ本当に、うん、でもまあ相変わらずベースのケイチさんと、はいはい、アンジーの岡本さんと、はい、で俺がまあさっき言った市川さんと4人でずっと、うん、結局一緒な流れで飲んでおりました、うん、いつもと同じ、いつもと同じ、同じ話ばっかり、同じ話、新鮮にね、うん、新鮮にあの時の話を、ね、毎回同じ、おっさんらみんな同じ話ばっかり、そうやね、うん、みぞっちももうだいぶそうなってきてるからね。そうそうそう、なってきた。あれ、それ話しましたっけ、うん、って言って、話したよこの間って言ったら、ね、うん、話してないぐらいの新鮮さでね。でも話終わるまで初見のように聞いてくれるっていうね。そうやね、そういう技術もね、持ち合わせないから、ね、全部話し終わった後に、うん、聞いたことあるなそれこの間聞いたって言ったよね。そうやね、そういうスキルも出てきてくるよね、うん、でね、何回も聞きたい話って俺結構あんねんけど、はい、あれ、あの話してんっていう、うん、タイプやから俺、うん、割と嫌いじゃないよね。すぐあのなんかそれ聞いたっていう人いるけど、うん、その話はもう何回でも聞きたい。でもよくあの話面白かったですね、うん、ちょっとじゃあ初めて聞く人もおるから、うん、じゃあやろうかっつって、うん、やってたら、うん、新規のお客さんが入ってきて、いらっしゃいませとかなって話止まると辛いです、うん、そうね、でまた初めからやらないからね。そうやね、それででもこなれていったりするやん、うん、話ってそういう飲み場で、うん、あれ言うとかな、そう、何回もあれ言うとかな、後で聞けへんのに忘れてる時あるでしょ。そう、あんま慣れすぎてね、うん、多分ね、4回目ぐらいがね、 4,5 回目ぐらい人に話して、うん、4,5 回目ぐらいの時がね、ちょうど
いい感じになってくる、うん、でそれ超えるとまたいろんなことが抜けてきて喋、うん、り飽きてて、うん、でまた面白くなくなってしまって、うん、その話が、まあ、曲と一緒ですね。そうやね、確かにそれはそうだね。長年、うん、歌い続けた曲って、うん、なんか無意識のうちに少しずつアレンジされてもって、そうね、おかしなことない、おかしなことない。例えば松山千春とかもうためすぎてもうよう原曲分からへんみたいな、何でしょう。でも気をつけないかんね、俺も気をつけないかんなと思ってるよ。長渕さんもそうですよね、うん、千代さんもあれ崩しすぎて、そうだね、ユージとかえらいことになってるからね。ヤニーなっちまったそうやね、腹が立っちまったみたいな、どこっていうやつね。ヘイって言うでしょ、ヘイって。いや歌われへん、歌われへんね、ユージあの時のそうやね、それ忘れてないかいとか言って喋ってるだけやん。そうなってきて、本当はユージやもんね。ヘイ言われても、いやいや分かんない分かんない、ユージって客が言うとおかしいもんね。ユージユージユージいや、あの時から変わってないかいって言うてるやん。変わりまくってる、あんた変わりすぎやろそれあるよね、うん、いや、ほんと気をつけないかんよ、うん、チャゲアスとかもなんか全然違うことになってたとか言って聞いたことがあるな。それはなんか結構おるよね、ハモられへんよね、そうなったらね。そうそうそう、チャゲがハモられへん、チャゲがハモられへん、チャゲが困るよね、それそう、だからもうブレス位置も違うしね、うん、もう全部違うもんね、うん、ということはね。あ、そういう意味で言ったらさ、浜田省吾さんとか、まあ、そのまま結構やっぱそのままな気がするな、あのお客さんのための感じなのかな、やっぱりその曲聴けるようにって。そこはなんかこだわりがあるんですかね。あんまり崩してない気がするな、そういえば。まあ G ジャン着なくなったぐらいですねバカ、そうね、袖切らなくなったぐらいバカ。まあグラサンは絶対ずっと一緒だよね。そうね、グラサンはもう変わってる、変わってるのちゃんと。だからあれね、おかしいよ、やっぱ番組でさ、お笑いでやるときさ全員レイバンかけてたあの昔のしかもティアドロップ、そう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 かけてないからね、もうもう10 ほんで G ジャムスよね、絶対ね、モノマネの人ね、そうそうそう、で着てないしバンダナもうかけてないし、バンダナもつけてないのにでもやっぱ印象づいたのはそこなんやろね、そうね、やっぱり一般でも歌は変わらない、本当変わらない、素晴らしい。この間アルバム出たからね、うん、10年ぶり、おサザンも10年ぶりでしたね、やっぱり大変ね、あの、うん、なるほどね。ラブハンも出してないな、 CD 6年出してないです。そっか、バンは ねでも曲はちゃんと出してやん、そうそうそう、ライブで渡してやん、そうそうそう、あれ偉いと思うわ、ただで あげるっていう、あれ偉い、ね、だって、ま、毎月ではないのか、うん、でもそのワンマンの時 やる時は必ず新曲作ってレコーディングしてプレゼントするっていう、いやあれは素晴らしいですよ、うん、なかなかいい人ぶってね、いい人ぶって、その時は悪ぶってない、悪、うん、いい人ぶって、いい人ぶってる、さすがやブルースマンのちょっと爪をちょっと隠して、うんうん、隠してやってんやろ、うん、優しい、あら優しい、また優しい言葉吐いてあじゃのつって、うん、前メール行く、あなんかお便りとか一発行きます、来てます、来てますよ、メール本当ありがたい、今日も書いたけどいっぱい来て、いっぱい来てる。じゃあ何から行こうかな、まあ、アホなやつ、じゃあアホなやつまずいきますよ、うん、あ短いやつをまず、男の、うん、ラジオネームラブマシーンから、僕も毎日ロンリーロンリーロンリープレイです、うん、井戸下さん友達になってください。それは男の人ですよね、男ですね、友達になってもそんなもんね、うん、楽しくない、井戸下が何したいんですかね、わからん、一緒に並んでロンリープレイロンリーなのかよくわかんないですよね。じゃあもう一個短い、なれるかそのだってラブマシーンさん、じゃあもう一個、ラジオネーム小春さん、はい、小春さん女子です、女子高生も聞いてますよ、わら、ロンリープレイ、まあ、やっぱロンリープレイにみんな反応してるんでね、ロンリープレイ、男の子ってそんなに早くからやってるのか、うん、と驚きを隠せませんでした、うん、他のラジオでは聞けないことも聞けて、はい、勉強になりますなるかよそんな小春さんはいつから覚えたんですよねいつから覚えたんですかね、高校3年生、まあ、それはもうボーボーっすかね、ボーボー、高3年代はボーボーっすかねボーボーよね、うん、あの並列的にボーボーよね、もうボーボーっすよ、薄い
もうボーボーか、高校3年生ってことは17、18やもんね。そうもう大人や、もう血芸ボーボーですよ、血芸まで。俺血芸は俺後やったと思うわ。血芸ってさ、いつから生えたんやろか。あれなんかさ、気づいた時にさ、うん、あれこの間ね、僕ね、うん、耳毛生えてましたよ。うわー、来た、もう校長先生や。あのね、耳たぶのね、うん、なんていうの、そのどっから、そのね、耳の穴の入り口ぐらいから、うん、結構長いのはね、もうあれやね、 1.5 センチぐらいのボヨヨーンってなったから、もうパーン抜きましたけどね。もう教頭の年やね。そうだ、普通の教諭の、もうそろそろ教頭を目指さなあかんな、教頭の、教頭の勉強してからかなって。教頭とか校長ってさ、やっぱ耳毛ボーンみたいな、ボーンね、あやったよね。あとまあ、まつげ、まつげじゃないわ、眉毛、眉毛、眉毛もね。そう、眉毛や、村山さんみたいな、ね、そう、村山元首相みたいな。あれだから体内毛を作る、うん、あ、おかしなってんの、工場がおかしくなってくる。コンピューターが、そう、スーパーコンピューターが、そう、1日分伸ばしたりとか、なくなったら伸ばすはずのものが生やすとこは間違ってるわ、間違ってるし、生やし量も、あとね、僕肩からね、透明の毛がピヨーンって伸びてたりとかして、パーン抜きますよ。それ白髪ってことやろ多分。いや、なんか肩からね、長いね、これめちゃめちゃ長いですよ。何それ、10センチぐらい、ね、肩から、ね、細いね、細いなんかこう透明みたいなやつが、なんかサワサワするなと思って触ってたら、なんやこれってツーンって引っ張ったら、繋がってる子10センチぐらいだったよ。1本1本だけ、うん、はは、パーン抜きましたけど、何守ってんねやろ、パーン抜いたら抜かんはええんちゃう、それ。あの達吉さん、うん、ボクシングの、うんうん、あの人も肩毛が1本入るらしくて、それが生えてる時は必ず勝つらしいです、うん、だから抜いたらいかんねや。そう、じゃあやっぱ抜いたらいかんかもね。もうね、試合前にふって見たら、うん、まあ練習の時にそりゃぶつかったりするじゃないですか、うん、たまにない時あるよね。あ、その時テンションなんか、あ、今日負けるんちゃうかな、でやっぱもうちょっと弱気になったからね。そうそうそう、これ面白い話で、うん、昔若い頃に、うん、なんか洞窟があって、家の近所に、うん、なんか、うん、肝試し、うん、友達らと肝試し、幽霊が出るらしいっつって、ほんならそんなもん怖い、あるかボケっつって、うん、まあ達吉さん、うん、先頭で入って、はいはい、ほんで後ろ連れが何人か後ろからこうついていくわけ、うんうんうん、ブーって入ってきたら、うん、幽霊を見たんですよ。ほう、みんな出たー言って、うん、逃げろー言ったら、うん、今度逃げる時って逆向きでしょ。はいはいはい、あ、曲が来た。じゃあまた行きましょうか。行きましょうか、はい、おかんがよく聞いていた、はい、竹内まりやの、はい、駅、はい、というわけで竹内まりやさんの駅、これね、はい、おかんがね、俺がちっちゃい頃はね、まだね、やっぱ小学生ぐらいの時、うん、はい、よくあのその頃大森家の車はホンダのシビックやったんですけど、ワンダーシビック的な、そう、その中でね、いつも聞いてた。あ、なんかあったのね、切な、ワンダーシビック切ないですね。切なかったんかな。僕もね、あの、うん、18の時に、うん、近所のスナックのお姉さんと付き合ってて、なしてんねん、お姉さん29歳だな、なしてんねんもん、11個上です、なしてんねんもんね、え、エロいな、でもそれ、ね、岡山出身で彼女が、ほんで僕は高校卒業する時に、うん、あの卒業旅行じゃないけど、うん、一緒に岡山行こうっつって、おワンダーシビック、ワンダーシビック、彼女の運転で、うわ、岡山までそのまま行って、うん、なぜ岡山に行ったかっつうと、うん、息子が小学校か中学校に上がるから、うん、その手続きしたなあかんっつって、うん、まあ出稼ぎやったよね、尼崎ね、岡山だ、なるほどね、ワンダーシビックです、ワンダーシビックやった、懐かしいな、あのシビック、ね、いつも助手席乗って、おかんの仕事と、はいはい、まあ、家一人やから、うん、小学校低学年ぐらいまではやっぱり おかんのも仕事、はい、あの時保険の外国人やったと思うけど、はい、それに付き添って、うん、だ車の中で宿題とかしててん。もうヒロシはね、ヒロシはもう飛んで歩いてるから、もうおらんからね、おらんから、うん、ヒロシっていうのは父親の方、ね、父親の方のヒロシね、ええ、そう、もうむちゃくちゃになってきちゃうんだよ大森ヒロシの方ね、ええ、そうだから、そうそうそう、その時によくカーステレオから、はいはい、竹内まりやさんの方、うん、とか、うん、テレサテンね、うん、だから悲しいわ言ってテレテンテレテンが、うん、いや、ほんでね、その達也さんの話、はい、途中でしょ、ね、うん、で洞窟の中入って、うんうん、幽霊出たと、うん、でわー逃げろっつって、出た逃げろっつったら、うん、先頭が達也さんでしょ、はいはい、逃げる時は、うん、逆になっちゃいますよね、うん、一番後ろになっちゃうよね、
そう、釣れるたちが先出て行って、うん、一番後ろが達也さんですよ、うん、ほんでバー逃げてたら、うん、肩にポンってほう幽霊の手がかかったらしいんですよ、はあ、で、まあでもバー逃げ切って、うん、そこから何日か時間置いて、うん、バッて肩見たら、うん、肩から毛入って、じゃあもうその時につけられてるわけ、そう幸運の、そう幸運の、でその毛が生えてきてから、うん、もうむちゃくちゃ勝ちまくり無敵や7000で世界取ったみたいなね、うんうん、でまあ負けた時まであるでしょ、うんうん、肩見たら毛がないあの後ね、うん、なるほど、うん、じゃあもうその幸運の毛やったわけ、うん、そんなんある、まあ僕バーン抜きましたけど、そう抜くないみたいな白い透明の毛みたいな、あ、なんでしょうねあれね、それつけ伸ばしてたら大事な時、2回目ですよこれ抜いた、耳毛も2回抜きました、耳毛はねちょっと多分何年間 かけて伸びてるんですよね、そうやね気づかないうちにね、うんうん、耳毛とかね耳もね、うん、あんま伸びるまではね、まだ1本だけですからね、そうやね、もっとわさって入ってたらもうそのまま置いとくけど、そんなったらもうだっておじいちゃんやんかとか、うん、おじいちゃん俺やん、もうバッサー、そうそうそう、もうボーンってなってる、あと下の毛も真っ白けになってきますからね、そうよね、おもさんだまだや頭真っ白やのに、まだなんやって証明したいぐらいやわ、うん、インスタグラムかなんかで分からんけどそうやろ、うん、まあそういうことです、そういうことですか、じゃあメールの募集をしておきます、はい、そんなことでアジャコジャイのメールは NBC ラジオ佐賀のホームページにあるリクエストフォームからお願いします、または思いを編み出したはじめの Twitter、Facebook でも OK です、みんなでもちゃんとリクエストフォームから送ってきてすごいです ね, ってるね、いいんですよ、あの Twitter とかね、こっちの Facebook でも直接でも直接でも全然、あのアジャコジャイのあれですって、うん、まあでもね、そのラジオ局に、うん、あ、そうね、言ってくれた方が実はそのそうね、人気あるなこいつら、あ、人気あるなこいつらってね、ほら、本当です、本当です、ね、多分、今結構嬉しがってるはず、予算が出る降りるかもしれない、降りるかちゃんとね、もっとね佐賀で収録みたいな、そう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 、うん、それはいいですね、だから、ノビリティみたいなね、うん、作れるからね、何作ろうか、何作りましょう、こんだけ言うてるからね、うん、こんだけ言うてるからやっぱり G ジャンとかでいいんですか、でやる高いじゃん、ほんで袖なし原価高い、いやいや、だからユニクロで買ってきてあと袖切るだけですもうそんないらんやんだってあ、まあでもあれか、ノベルティの場合は抽選でプレゼントやから嫌をなく、うん、当たってしまうパターンのやつもね、あ、それじゃ、それだったらいいね、嫌がらせやんか袖切ったじいちゃん、なんかしてあげようや、その代わりっていう、なんかね、あと何やろうか、まあおいおいね、おいおいね、考えます、ね、考えていこう、とりあえずはね、だってこれが、まあ、これ評判やなこの番組と、うん、いうことにならないといけないもんね、というところで、はい、もう一個ぐらい読んでおきますか、はい、ラジオネームともともさん、はい、こんばんは、はい、ポッドキャスト更新されるの楽しみにしてます、お二人は前後ね、お二人は全国いろいろ回ってこられてると思いますが、はい、特にこれをおすすめっていう食べ物ありますか、うん、地方で、はい、僕はねすごい印象あったのが、うん、熊本で、うん、初めて馬刺し食べたんですよ、ほうほう、もう昔十何年前ですけど、はい、あれだから結構いい店やったと思うんですよ、はい、行きますよね最初、まあソニーの鐘ですけど、はい、僕も最初の時行った時ソニーの鐘で、はい、そうで熊本の多分キャンペーンだったと思うんですけど、うん、行った時あの何人かで行って一、うん、人に月一人、うん、おばはんがつくような、あーね、すごい料亭感のあるやつ、そうそう、うん、作ってくれる、はいはいはい、焼いたりとか、はい、作ってくれるとか、馬刺しもだってすごい量来たやろ、それで初めて馬刺し食って、うん、馬刺しってうまいなと、うん、なら東京帰ってきて、はい、大したことない馬刺しでもうまく感じるなと、あ、ほんと逆じゃないの、そうだから最初にいいの食べたから、うんうん、全部大丈夫だった、初めて食べるときっていいの食べた方がいいっすよ、そうだから、だからずっと安いのでもそうそうそう分かるようになるでしょ、でもそれうまさが、俺もその理論に賛成やけど、うん、やっぱり、ね、好き嫌い多い子はね、うん、多分ね美味しくないっていうかね、なんか何かが間違ってたもん、最初のタイミングが最初は良くない、うん多分って思う食べ方してるんです最初ね、そう、
ピーマンとか嫌いとかね、うん、多いけどさ意味わからんもん、うん、何がトマトとかね、そうちょっと意味が俺理解できない、あれちょっとだからそういうもぎたての、うん、ね、うん、トマトとかバー冷やしたやつ、うん、最初に食べたら絶対好きになるはず、好きになる、うん、確かに。でも偽物でも好きになった理論で言ったら、うん、俺イクラがそうやわ、イクラ、イクラ大好きなのね、ええ、ですっごい美味しいの食べて、うん、食べさせてもらって、うん、ただねもうあの人工的なやつあるやん、ええ、あれでもいいっていう感じになってしまってる、だから何でもいい、もうイクラでついてたら、うん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 、美味しいっつって、うん、ぐらいになったのはそうかもね、うん、みぞちの今言った、ええ、最初に本物食べてて跳ねるぐらいのやつ、うん、ボーン、あーもうテーブルでちょっとバウンドするやつ、もうプリプリのやつ、そうそうそう、ボインっていうやつとか食べてしまえばなんかもう、なるほど、いくらって存在自体が好きなのかもね、そういうことかな、うん、なんかあります、地方で。俺はだからね、だから佐賀で言うと、うん、まあ、あと、まあ、来週ぐらいまたその他の姉も言うけど、はい、来てんねんけど、若柳っていうね、うん、佐賀ちゃんぽんがあんのよ、はいはい、超うまい、ちゃんぽんってさ、長崎じゃなくて、そう俺ら知ってたのはさ長崎やったやん、はい、長崎の海鮮ちゃんぽんってさ、はいはい、じゃなくてね、でこの間聞いたの作り方を、うん、だから俺豚骨だと思ってんけど、はい、豚骨となんかちょっと出汁だと思ったら、うん、そこの若柳食堂の佐賀ちゃんぽんは、はい、鶏出汁と、はい、もうすんごい白濁するまで煮込んだ鶏出汁と、はい、あとうどんもあんねんけど、はい、その昆布出汁らしいの、おう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 、割ってるらしいんやけど、合わせて合わせて、今度行ったらね、じゃ確実に食べるから、佐賀で、まあ、楽しみやな、7月4日か、うん、もう本当にそれはね世界遺産と豊さんと二人でね、うん、言ってます。だからあれさん、そのレシピを学んで、うん、三茶とかで、うん、三茶ぐらいで出す、はい、出したカウンターだけの、あ、じゃあもうカツオさん、そうカツオさんにやってもらおうか、カツオさんに巻き込んで、そうやね、上手だよね、ザ・ラブのすごいベーシスト、すごいよカツオさん、ラーメン、なんか三茶でなんかやってるらしいね、バーかなんかで一回来たよ俺、なんか働いてるというか、なんか月曜、うん、たまに手伝ってるらしいんけど、うん、そこでカツオさんがおるときはラーメンを出してるらしいんやろ、うん、そうそうそう、あ、巻き込んでいいね、レシピ、ちょっと手に入れていい、ね、うん、みんな共同出資で、うん、いやあれね東京でやったらね、うん、相当な人気出ると思う、ね、そのうまさ分かる、うん、みんなやっぱリンガハットでね、うん、で美味しいけど、うん、それはそれで、だけどちゃんぽんをねそんなうまいなって思ったことない、そうやろ、そうなのよ、うん、でいやもちろん長崎でも食いましたよ、うん、そこそこのところで、うんうんうん、だそこまでなんていうのやみつきになるみたいなさ、うん、ならないですね、こんな言い方しないじゃん、ならないですね、そうそれがね、なります、へぇ、ほんと豊さん曰くあのスープだけペットボトルに入れて持ち歩きたいぐらい、あうまい、楽しみ、あと僕ね、北海道行ったらね、はい、あの多分北海道の人知ってるかな、うん、牛亭っていうハンバーグ屋さんなんですよ、へぇ、ハンバーグ屋、ステーキ屋さんかな、ほうほうほう、そこね、結構高いんですよ、ほう、だからお昼のランチ行くと1000円ぐらいで食えるんです、なるほどなるほど、もうね、行ったらちょこちょこ行ってたんですけど、うんうん、ある日、僕一人でランチ行ったんです、はいはい、札幌の牛手、はいはい、ほう、行ったらもう結構空いてて、うん、常連のおっさんとそこの大将しかいなかったんですよね、ほう、したらで俺そのあれですよ、カウンターで食うてたら、うん、そのおっさんと常連の小話を耳にしたんですけど、うん、今日ねこれいい肉入ってんだよこれ、うん、つってこれ、あそうなんだ、どこの肉ですか、これね、あの九州のね、なんて北海道まで来て九州の肉食ってたやん、そうだからしかもね、俺九州の肉食ってたやんずっとって。じゃあだからさ、明太子がさ、ええ、で博多明太、ええ、明太子あるやん、ええ、あれ全部北海道産やからね、あそう流通はすごいですね、だからもう真逆っちゅうことね、うん、だって松阪牛だって元は佐賀牛で、あでどっかから何歳まで何歳から何歳まで育てれば、はいはい、みたいな、そういうすごい複雑なあれらしいよね、ああいうのって、ね、子供の時からそこにいたわけじゃなくてとか、なんか面白いよね、ああいうのって、うん、なんか全部元一緒みたいなさ、うん、結局みたいな、あのあれやん、メガネのさ、サバエ、福井のサバエでほとんどフレーム作って、今はもうだいぶ減ったらしいけど、うん、もう昔90年代ぐらいまではさ、世界の 80% のフレームをサバエで作ってたんで、はい、そこにグッチってついてるか、はいはい、ついてないか、何にもついてないかで、なるほどね、全然違うっていうか、いやーまあしかしでもうまいもん食いたいですよね、うまいもん食いたいね、もういつももうトランス脂肪酸ばっかり食ってますから僕も寂しいわ、もうコンビニちゃんとして
トランス、トランスでも俺ちゃんと自炊するしてるからね。いやでも使ってるバターとかね、まあね、油とか、そう、ね、トランス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 、もう頭がトランスしてるよ。もうダメですよ助けてあげて、みんな本当ね。そんな感じで、そんな感じで、そろそろもうエンディングもかかってるんで、今日はもう まともに終わってきそうだね。あともう一本取らなきゃあかんから、そうあれ、もう次は酒飲もうかな。一旦さよならです一旦さよならです、ありがとう、どうも。アジャイアジャイコジャイコジャイ